はい、こんにちは、サラリーマン兼トレーナー修行中のみの深夜です。このチャンネルではね、普段ねサラリーマンとして働いている僕が栄養面、健康面、そしてトレーニング面でね、いかにしてねアプローチしているか、あとはねタイムスケジュールが厳しい制限の中でどのようにしてねボディメイクにねアプローチしているかで難しいことを踏まえながら、その傍らとしてねまだ実技経験はまだ全然勉強中の身なんですが、トレーナーのね、一トレーナーの端くれとして皆さんに、ね、有益な情報をね提供発信していくというかチャンネルでございます。興味のある方はぜひともチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。で、今日の話なんですけど、筋トレトレーニングの今日の話題なんですけど、1セットだけでも、たった1セットだけでも筋肉は大きくなるっていうね話を少しねできたらいいかなと思います。でね、まあ、これは今回僕の個人的な経験談も踏まえてのお話なんですが、結論としてたった1セットだけ行うだけでも筋肉は大きくなります。1セットってのはもちろんトレーニングの種目ね、トレーニング の, そのエクササイズの種目をたった1セットだけ行うだけでもね、筋肉はね十分発達してきます。なんでかっていうと、理由なんでかっていうと、僕がね普段懸垂が僕大好きで、いつもトレーニングプログラムの中に組み込んでやってるんですけど、僕週2回から3回ぐらいトレーニングするんですが、いつもその中に組み込んでがっつりやるトレーニングの日があれば、レストの日、インターバルの日で、もしくはインターバルと称して軽い運動、アクティブレスト的な軽い本当運動をしてちょっと体を休めるっていう時でも必ず懸垂ってやってたんですよ。1セットだけ。最近ちょっとまたこれはまた別の動画でもちょっと発信していくんですけど、スターナム懸垂っていう、スターナムチンブっていう、体をこう反らせながら、思いっきりこう反らせながら上げる懸垂っていうのを覚えて、それのねずっとやってたんですね。もちろんそれは追い込むっていう形よりかはフォームの修正、単純にフォームの修正、懸垂って難しいんですよ。空中で自分の状態を安定させながら行わないと広背筋になかなか入ってこないんで、フォームの修正がやっぱり難しい種目でもあるんですね。で、それをフォームの修正と代わりに1セットだけ結構な高頻度でやってたんですね。だから本当にインターバルの命もないくらい結構な高頻度でやってたんですけど、だけどそれはでも最近ね、広背筋のね発達がねちょっと自分でも感じられるくらいちょっと大きくなってきてるんですよ。これなんでかっていうと、たった1セットでもやっぱりそれなりの刺激が入ってたってことなんですね。本来は1セットだけじゃ足りないですよ。完全にちゃんとオールアウト追い込むためには1セットだけじゃなくて、1セット、3セット、4セットで、人によっては5セットぐらいやる人もいると思うんですけども、1セットだけじゃ絶対足りないんですね。その分、限界まで超えてないから、同時にだから回復も早かったっていうことなんですね。だからこそ高頻度でできたっていうこともあるんですけど、それだけでもね、十分で、広背筋、成長が最近ね、著しく分かるようになってきたんですよ。原因としてはこれしかないんですよね。懸垂しかないんですよ。僕、背中の種目ってほぼ懸垂しかやらないんで、これしかないんですよね。背中が大きく見えても。もちろん、他の種目で、高関節が他の種目で、後背筋に微妙に刺激が入ったっていうことも考えられなくもないんですけど、大きな原因はやっぱりだと思うんですね。だからね、たった1セットだけでもね、方法って言うんじゃないですかね。たった1セットだけでも、ね、筋肉が大きくなる。もちろん、上級者は別ですよ。筋肉に効かせることが、もうトレーニングすればもう1セットだけでも効かせられるようなプロの方は別ですよ。あくまでこれは今回の動画は初心者向け、もしくはちょっとトレーニング始めて慣れてきたかなっていうぐらいの中級者向けの人にとってのいい動画だと思うので、ぜひともね、時間がない人とか、なかなかプログラムを組むのがもうあんまり考えるのめんどくさいっていう人とか、もうとにかく習慣でやってみたい、習慣でやっていけばだって考える暇ないでしょみたいな、ルーティンで行う人も向けかもしれないですね。今回の動画は、そういう意味だと、そういう人に向けてはいい動画になるかもしれないですね。1セットだけでもね、筋肉大きくなるんで、かいつまでまとめると、筋肉は1セット、たった1セットだけでも、大きくなります。筋肥大は必ず起こってくるんで、でも注意点としては、プロの方、上級者の方は別に、あと1セットだけだとしても、1セットは必ずやってください。だから、本来1セットが10回から12回できるとしても、できるとしたら5回、6回ぐらいで止めちゃうっていうのはダメですよ。1セットは1セットで必ずやりきること、これを必ず繰り返してもらえれば、少ないセット数でも必ず筋肥大っていうのが起こってくるんで、日常例で言うんだったら、職場の環境が急に変わったことでちょっと力がついてきたとか、あまり力を使わない
ね、バカ力はあまり使わないよ、発揮しなくてもいいような職場に行って、ちょっと体力が落ちたとか、そういう環境と一緒です。そういう環境の変化によって人間の体って変化していくんで、筋肉も一緒なんですね。環境の変化によって、適応部分をどんどん適応していくようになるなんていうので、高頻度で少ない、やって少ないセット数でやるだけでも十分ね、筋肉ってのは大きくなってるので、ぜひともね、興味を持ってもらえた方は参考にしてもらえれば幸いです。それでは今回の動画、こんな感じで終わりにしたいと思います。ちょっと短かったんですが、最後までご視聴いただきありがとうございました。興味の持てた方は、ぜひともチャンネル登録と高評価の方をよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。ちょっとうるさかったんですけど、すいません。